近鉄室生口大野駅を後にして室生寺に向かいます。駅前からは室生寺行きのバスも出ています。その駅前から舗装された道を歩もうとしたのですが、道しるべもなく右往左往してしまいました。人に教えていただき、いざ出発です。室生古道を歩くときは、お弁当は前もって用意してウォーキングする必要があります。舗装された道を歩いていると石碑に出会いました。大野寺とあります。この駐車場横にトイレがありますので、ぜひ済ましておいてください。この先5キロほどトイレがありません。左側から水の流れる川の音が聞こえます。宇田川です。大野寺は室生寺の西の門と言われるほど、室生寺と強い結びつきのお寺です。大野寺は万作、老梅、しだれ桜、つわぶき、ぼたん桜、襲名菊など50種類の草花が移り咲く花のお寺ですが、あいにく私が訪れたのが12月でしたので、何も咲いていませんでした。お寺から宇田川越しに岩に掘られた高さ14メートルの威力長い仏は素晴らしく、思わず手を合わせました。大野寺を後にして左に宇田川を見ながら舗装された道を歩きます。道は分岐点に出ました。左側に
大きな石の道しるべ。右、女人荒野室生寺とあります。室生寺橋を渡ります。道一面、赤い落ち葉の絨毯です。ふかふかするような道を歩いていると、左手に柱のような岩が現れます。柱状節理の岩です。へえと思いながら、室生寺に向かって緩やかな坂道を歩きます。道は依然として歩きやすい舗装された道です。左手に室生川が現れました。その清流と川音を聞きながら歩きます。右側の山並み、木々が一段と濃くなりだしています。その麓に室生寺への道しるべがありました。